っていうので押そう。そしたら多分おかんはアイドルって大変ねっつって言われるから、アイドルって なんかいろんなことしなくちゃいけないんですよっつって、大変ねなんて頑張りなさいよっつって、うん。おかんアイドルのことめっちゃ大変そうに思ってるからな、アイドルっていろんなことするのねっつって、うん。本当にやってるのアイドルって。大丈夫、アイドルはね知ってるから、ちゃんと他に毎回グッズを提供してるから僕。だからみやびくんがアイドルやってるっていうのはバレてない、あのもうね分かってるんで。あんたって今度出るあのグッズちょうだいよって言われた、この間。え、それだってまだ届いてないよ。えー、そうなの、あのタペストリーすごい良かったんだけどって、あれまだ届いてないでしょって、あ来週くらい届くんじゃないって、そうなの、じゃああのタペストリーちょうだいよ、あれみやびくん以外のも、みやびくん以外のもちょうだいって言われた。僕のしか届かないんだよって思いながら、あの黄色い髪の毛の子ちょうだいよっつって、え黄色い髪天馬、あそうそうそう天馬天馬ちょうだいっつって、おかんは天馬が一番好きらしいからな、本当に好みだって、あの金髪の子いいよねって、可愛いよね、僕はっつった、うんまあねあんたも可愛いけど、まあ天馬くんが一番いいかな、そっかそっかうーんって。そう、ちなみにうちの弟もあれだからな、いずるさんと天馬さんが好きなんだよな。そう、おかんは天馬推しで、うちの花咲弟はいずると天馬推しなんだよね。天馬すごいんだよな。そうで、一番真ん中の絵描かないうちの弟はアルランディス推しまさかのアルランディス推し。そうそう、なんでアルさんが好きなのっつったら、いやおじさんってかっこいいだろっつって言われて、まあそうだけどおじさんが一番かっこいいだろって言われて、まあそうだねっつって、うん、アルランディスのおじさんが許されたわ。そうやっぱおじさんだろって言われて、まあなんかもう顔見てないのよ、その2番目の子は。もうイケメンの中にいるおじさんっていうのが一番良かったみたいで、もうアルランディスも多分顔見られてない、おじさんだから許された、うん、だから多分アルランディスが一回おじさん辞めちゃったら、もう多分それは違うってなると思う。アルランディスはおじさんだろって言ってたから。アディオスアミーゴ、バイバイ。